はい、ガッチャンです。XM3 とスーパーミックスのダイエット。今日が10日プラス11日目です。昨日おととい測った時に115キロぐらいありました。これを、180日完遂するまでに、85キロまで体重を落とそうというプロジェクトなんですが、昨日から、ぴょんぴょんエクササイズを取り入れました。ジャンプエクササイズっていうのが正しいんですけども、私がやってるとジャンプっていうよりもぴょんぴょんって感じなんで、3分間ぴょんぴょんしながら今日のレポートをしたいと思います。では、これね、ただまあオンラインで測りながらね、やってるので、ピッと。何分間なんてやる？そう。よし、OK。よし。まあね、足がね、浮くかかってると思うんですけども、で、3分しながら仕上げます。XM3 は、飲むとね、すぐにバーンって体の、隅々まで伝わっていくような感じで、感度が高い人だったら、うわー、すげえなーと思うかもしれないですね。で、天然カフェインが結構強いかな。なので、カフェイン系に弱い方はね、ちょっと具合悪くなるかもしれない。うん。私は、まあ、お酒とかカフェインとか大好きですからね。なので、ちょっと酔っ払ったぐらいな感じになって、まあ気持ちいいなって感じなんですけど、今、ちょっと今日きついね。そして、そうだな。で、頭から出てこないな。その後ね、そう、で、同時にお水を大量に飲みます。めちゃくちゃいっぱい。でね、ものすごい喉が渇くの。喉が渇くから、私ね、最初の頃は、1日5リッターぐらい飲んだかな。水ばっか。もうね、ここに蛇口が欲しいんだ。そんで、なんか僕も飲んでるんですけども、今でもね、1日3リッターは飲むんじゃないかな。まあ、なんでね、もうトイレばっかり。ミーティングの最初とか会議の最初とかね、こういうトイレみたいな感じなんですけども、まあそんな感じでやってます。で、私はね、100以上測れる体重計が味方にならなかったので、まあ最初の頃測ってないんですけども、この間、献血センター行ってね、測ってもらったところ、115キロでした。なんで、あと30キロっていうと、85キロ。まあ、85キロって言うとね、私が、近年一番痩せた頃が、80、90ちょっとなんで、まあ、それぞれ痩せてるからね、180インチ。大変ですね。で、運動しないとね、いろんなところにシワが溜まるって聞いたので、まあ、昨日から、ぴょんぴょん、エクササイズやってます。なんかね、ずっと見てる人の中には、今日から来てる方だなって思う人もいらっしゃるかもしれません。そう。まあ、いつも同じ服を着てる私にかわいそうだってことで、大きい服いただきました。ありがとうございます。あと30秒。まあ、そんなわけで、今日も水分足りる取りながら、XMC のモルモット、スーパーミックスのモルモット、同時にやっていきたいと思います。あと18秒。まあ、ぴょんぴょんダイエットね。それね。私は、また明日にしようかな。ちょっと、来たのしっかりね。10秒ぐらい経ってから始めたから。もう10秒頑張ろうかな。終了。じゃあ、ガッチャンでした。みんな、明日も頑張ろうね。今日も頑張ろうね。